はい、皆さんこんにちは、吉田優正です。2012年のですね、お正月ですね、自分の目標をいくつかね、申し上げたんですけど、その中の一つで、まあ、YouTube でですね、コントみたいなことをやりたいということをね、言ったんですけどね、もう11月ということで全然できてません。この後ですね、仕事もだんだん年末に行くにつれてですね、忙しくなるので、まあ、いろいろね、まあ、考えてたんですよね。一人漫談みたいなとか、いろいろ考えてたんですけどもね、とりあえず、なかなかできないままね、今年も終わってしまいそうです。でですね、この間最近テレビ全然見てないんですけども、松本人志さんのですね、一本っていうタイトルなのかな、番組があることを知ってですね、結構前からやってたんですかね、初めて見たんですけどね、この間ね、まあ、大喜利ですよ、要はね、写真を見て一言とかですね、例えば、おすぎとピーコのおすぎさんを、今後男らしく生きようと思わせた映画のタイトルは？っていうお題が出て、答えるみたいなのとかですね、なんかあるわけですけども、なんかあれ面白いなと思って、それだったらなんか簡単にできるかななんてね思ったんで、まあ、ありきたりなんですけど、写真を見て一言ねこれをやってみたいと思います。はい、まあ一応素人なんでご容赦ください。3ついきますね。はい、まずこちら、バシッ。いやー、もう30年ぐらい手挙げてるんだけど、どれの車も止まってくんないな。はい、次行きます。はい、はい、こちら、DVD CD MP3 ってなんだべ。はい、続いて最後、いやー、歯だけでトラック引っ張りてー。いかがだったでしょうか。私なりいろいろちょっと考えました。ちょっとね、今後これをやっていくか、やっぱりコントやろうかなんかちょっとわかりませんけどもね、いろいろ考えてみたいと思います。とりあえず今日はこれまでです。ありがとうございました。